今日はオープンキャンパスの体験授業ということで、7名の高校生の方にも参加してもらってます。あとはこれは西安造形大学の必修の通常の授業でもありまして、美術領域の日本画コース、洋画コース、現代アートコース共通の演習授業になってます。表現の場というテーマでいろんな美術関係者の方々をお招きして、生の現場のお話をしてもらうっていう授業になってます。今日は中村優太さんという現代美術のアーティストの方をお呼びしてるんですけれども、いろんなお話を聞かせていただきたいなと思ってます。ちょっと、どんな人を過去にねラインナップしてるかというところですけど、一番最初はメイキャップのアーティストの方を、ロンドンやニューヨークで活躍されてる現役のメイキャップのアーティストの方をお呼びして、まあ堅苦しいね絵画とか彫刻とかではなく、もっと幅広くものづくりの中で現場で働く人の、まあ、どんなことをね勉強してどうやってそういう仕事についていったかみたいなことをお話してもらいました。または美術館の学芸員といいまして、展覧会の展示をこう企画したりするお仕事をされている方で、現在横浜で横浜トリエンナーレというね3年に一遍ある大きな展覧会の運営に関わっている研究者の方をお呼びして、まあ、一体アーティスト以外にねどんな人たちがその美術の世界を動かしているのかっていうようなことをお話ししてもらったりもしました。それからあと立体イラストレーションといって造形物を使っていわゆる広告やメディアに出るような造形物をデザインをする人、立体のイラストレーションをする人、または NHK とかね皆さん一度はきっと見たことあると思うんですけど、コマ撮りアニメなんかをやってるデザインユニットの人たちをお呼びして、それもまあもともとはね実は私の先輩や後輩たちとして現代美術をやってたんです。現代美術をやってたんだけれども、ものづくりのスキルや、映像編集や音楽の力をみんなで合わせ持ってそういうエンターテインメントの仕事をしてるっていう人たちもいました。それから前回は植松さんといって現代美術と彫刻をベースに宇宙や自然やねこの世がどう成り立ってるのかみたいなことを、まあ、テーマに作ってる方のお話をしてもらったんですね。でまあ本当にバラバラないろんな美術業界の人たちにお話してもらってるので、本当に絵を習ったら日本画は日本画だけとか洋画は洋画だけとか現代美術はなんか変なことしてるとかじゃなくて、本当に基礎として美術を皆さん学んで、これが社会にどういうふうに活躍していくかっていうのは本当に様々あると思うんです。で そういう視点をこう広く持って今後の活動に臨んでほしいなという思いがあって、いろんな方をお呼びしてます。でですね中村さんはというと、さらに、今までお呼びした人の中でも最も、ひょっとしたらマルチプレイヤーかもしれないですねもともとは京都の精華大学の方ご卒業されて、専攻は工芸で陶芸です。陶芸を習ってたんですけども、特に専門は今タイルですよね。タイルの方を使ってでも現代美術をしてしまうという面白いアーティストです。でまたちょっと今日ねその辺の作品がどうやって成立してって芸術になってるかっていう話も、まあ、前半戦していただけると思います。それから、染色だとか色工芸の分野にさまざまな分野がありまして、しかもそれらは例えば建築とかもっといろんなものともつながってますよね。そういう、いろんな工芸の分野の人たちをと共にこう研究をしたり社会とつながる活動を、まあ、スタジオを構えてやっておられるという活動もありまして、その辺についても触れてもらったりとか、さまざま要するにただ自分の思いがあってアートしてるだけじゃないよっていうところを、まあ、今日感じ取っていただけたらなと思っております。珍しく長くなりましたけど前段がこんなところでバトンタッチしてもよろしいでしょうか。はい、大丈夫です。そんな中村優太さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。こんにちは、中村優太と申します。よろしくお願いします。今日今1時半ですけど、2時50分ぐらいまで、ちょっとお時間あると思いますので、なんかまあこう1時間半ほどお話しさせていただく中で、まあ、高校生の方もおられますし、まあ、なんかこう美術っていうものに対してのこう考え方、例えば今高校で美術っていうものを学んでいることやったり、大学で美術を学ぶというところ
で思っているようなところよりちょっとなんか違う視点というものもあるんだなということをちょっと気づいていただけるような、お話を何かしていければなと、思っていますので、よろしくお願いします。全然硬い感じで来たくなくて、今なんかこのマイクのリバーブ感がすごく嫌で、大きい声で喋るんでマイクなしで喋ってもいいですか？はい、あいい感じです。はい、バッチリです。はい、1時間半この感じでごめんなさい。はい、はい、この感じでじゃあ、いきたいと思いますのでよろしくお願いします。で今簡単に、宇野先生からのお話、あったかと思うんですけれども、僕は、京都の北の方にある京都精華大学っていう大学があるんですけれども、そこで、2001年に造形学芸術学部造形学科の陶芸コースっていうところに、入学をして、その後、普通学部が4年間ありますよね。でその後大学院っていうのを2年間行って、でその後にまた博士課程っていうのも、3年間あるんですけど、僕は4年間とかかって計10年間、大学に、お世話になっていたような、人間です。で今、それの関係もあって、精華大とか、造形大で、まあ、非常勤講師とかをしながら、活動しているような人間、なんですけれども、でちょっとまあ皆さんの、まあ、高校生もおられますけど、学生時代のことを振り返って、自分が今どういう立ち位置にいるのかっていうところも含めて初めちょっと、お話しさせていただけたらと思うんですけれども、まあ、陶芸って聞いてパッとイメージできるのは多分こうなんか器を作ったりとか、ろくろでなんか器を作ったりとかそういうものがなんかイメージできるのと、あともう一つなんかこう現代的なこうオブジェって言われるような立体物で、陶器の作品作ったりするっていうのが、あると思います。で、僕も、本当に学生時代はそういう器とか、オブジェを作っていました。でけどまあ大学の中で学べる、そういうもの以外にも、例えば、東京なんか行くといわゆるそういうような陶芸以外の作品を発表されている方って、いろいろいるなと思っていて、でその当時僕は、いわゆるここも現代美術っていう領域もあるかと思いますが、現代美術っていうものにすごくこうかぶれていたわけですね。かぶれていて、あいわゆる陶芸でなんか器を作るのは今思えば今は逆にそれが面白いなと思って、その当時学生時代って大学で教えられているようなこと以外のところにすごい、興味を、向けていました。でまあ、大学院に入るぐらいの段階でなんかいわゆる陶芸の例えば土とか、そういうものを使いつつ現代美術って言われるようななんかよくわからない分野で勝負していく方法何かないかなっていうことをずっとこう、学生時代4回生から院生ぐらいの頃模索をしていました。で、それ多分じゃあそうやって皆さんもこう考えた時にじゃあ何が土を使って現代美術みたいなもので勝負ができるのかなということを考えたときに、直感的に僕一個思ったのは陶器でこう器を作ったりオブジェを作ったりするときにこう釉薬っていう、こうガラス質のものを表面に塗ったりするのが分かりますかね、こうつるっとしたものがあるんですけれども、そのものを、使うときに、ものがあるけどあの質感っていうものって石でもないし木でもないしペインティングのキャンバスや絵の具でもないし、なんかこう一種言えないようなこうすごい質感を持ったものだなということを思っていて、でそれをちょっとなんか使って、作品を作っていくことを、しようということを一番初めに、考えました。で、それをまあ大学院生ぐらいの頃、その釉薬の質感というものをに特化したこう色見本調みたいな作品、カラーチップみたいなものの作品を作っていたんですけど、で、まあ、それで作っていくとこう単なる、平板ですの上にこう釉薬を塗って作品ですって出してたんですけど、よくよくそれ見てみたらよく言われる後でまたいっぱい出てきますけどタイルってありますよね。お風呂場であったりお手洗いであったり建物の外装でこれちょっとタイルが割れたものですけど、こういうようなタイルっていう素材って、よく見ると思うんですけど、あこれに近いなっていうことを、思いました。でその時にあなんか今まで自分の思っていた陶芸もしくは工芸っていう文脈から少し抜け出していけるような可能性をちょっと感じたんですね。それは何かというと建築建物っていうものに、
何かこう関わっていくことのできる一つの、素材というかモチーフなんじゃないのかなと、けれど作っているものとしては焼き物であると、そういうようなところに何かタイルの魅力っていうのを、初めに、感じました。でちょっと、博士課程というところでいくと、物を作ってるだけじゃなくて論文って言われるような文章も書いていかないといけないので、そのタイルの歴史というものを徐々にこう研究して始めると。でそうすると例えば陶芸とか工芸の中でタイルってどういうふうに扱われるかといったら、それ美術品、美術工芸品じゃないですよねと、それは産業的に作られた同じ焼き物だけど土管とか外資とかと同じようなもんですよねと考えられると。で一方で建築の方からどう思われているかというと、それ単なる建材の一部ですよねって言われると。で、あなんてかわいそうなもんなんだろうと思って、どっちにも属していながら誰からもこう愛されないような、もうだ建築からは単なる素材でしょって言われて、陶芸からはいやそれ陶芸じゃないしって言われる。でそういうようなものっていうのがなんか面白いんじゃないのかなっていうふうに、思い始めたのが一番初めにタイルっていう素材に、行き当たったところです。で結構多分これから皆さんもなんか作品を作っていくときに、いわゆるこうメインストリームというか、いわゆる王道のものじゃないところに何かこう目を向けて、それが自分の作品のモチーフになったりとか、するということもあると思いますので、なんかそういうようなモチーフを探すっていうのも、重要な、展開かなと思います。で、はい、なんかいわゆるそのキャンバスがあってね、油絵があって、はい、それの王道のラインというよりはその端にね、なんかそうですそうです、追いやられていったこう終焉的なものっていうのが、けどなんか最後それがあこれが意外と王道のものに勝負していけるような何かがあるっていうのがだんだん最後に気づいていっていただけたら、偏愛タイプですよね。そうです、偏愛タイプ、僕は鉄に偏愛がありますから。そうなんですよ、感じます、なんか運転さんにもそう感じるんですけど、でけど僕のところさっき宇野先生からもお話ありましたけれども、特徴としてはけどじゃあタイル使った作品を作りましょうっていうことだけじゃなくって、その偏愛にも関係してるんですけど、なんか僕文章を書くのも好きだったりとか、こうそのものを研究することも並行して好きなので、制作と研究をこう並行してやっていくっていうのが自分の、制作のスタイルです。でそれのまあ具体的な作品を今からいろいろお見せしていければと思うんですけど、なんか1点だけ今日、冒頭に宇野先生の話もありましたけれども、なんか皆さんに多分この、講座、今までもいろんな方が参加していただいてて、いわゆるこう芸術表現っていうのはこういうものだっていうところ以外のところを多分宇野先生がピックアップされていろいろお話しされているかと思うんですけれども、ゲストの方がされていると思うんですけど、僕もなんかその視点ちょっとだけ一個だけ触れておきたいなと思っていて、これから多分皆さん高校生の方も大学生さんも、ものを作るっていうことがあると思うんですけど、僕もそんなアーティストになって、作家になってそんなに、日も浅いんですけど、多分物を作る人間にとってのこう素養っていうかっていうものってなんか2つ大きくあるなと思っていて、1個はまあよく言われるように自己表現とかオリジナリティとか、いわゆる自分からこうインプレッションでこう表現しないとっていうようなこう衝動って出てきますよね。でそういうようなもの、例えば絵画描く方とかもおそらく風景見て描く人もいれば、より抽象的になんかこう絵を描いてる人もいるけども、自分のうちのものをこうアウトプットしていく、こう出力していくっていう方向でものを作る能力っていうのはまず一つ、あると思います。でもう一つのところがあんまりこう大学の教育においてもあんまり言われてないような気がしてるんですけど、一方でそういうような例えばモチーフを見つけた時に、僕が例えばタイルっていうモチーフを見つけますよね。で、さっき言ったようにこう情熱的に何かそのものに愛情を向けるっていうことと同時に、ちょっとそのものから距離を置いて、眺める視点っていうもの、まあ、一方の方、一個目の方を主観的って言えば後ろの方を客観的っていうふうにも言えると思うんですけど、その客観性みたいなものっていうのがおそらくこれから作品っていうものを作っていく上で、これが私の表現ですとか、これが私の歴史ですとか、うんうん、分かる分かるけどしんどいよねっていうようなものって結構あるんですよ、大学とかいろいろ教えていても。けどそのものを人に本当に伝えようと思った時にちょっと引いて、
そのものを人に伝えようとするっていう視点っていうのが、おそらく作り手にとっては、すごい必要な、点かなと思います。ですので今日今から、ざーっと自分の作品について、紹介していきますけれども、作品そのものだけを綺麗だなとか汚いなとかっていうふうに見るだけではなくって、自分がそういうのは例えば僕の場合タイルっていう素材かもしれないですけども、そういったものが、を作る上に、そういうのモチーフっていうものを探したりとか、そういうことをするプロセスですよね、どういうような手順でものを作っているのかっていうことも、並行して、お話をしていきたいと思います。なので今日、お話ししていく上で皆さんにちょっと感じてほしいのは、この夏の暑い時期に暑苦しい俺がこれがアートだみたいな話じゃなくて、ちょっと涼やかになるような、客観的に、そのものを感じれる、だからいかにして、例えば今日タイトルつけるとしたら、いかにして、目の前にあるモチーフ、多分それは皆さんにとってはそれは風景であったり人体であったり、なんかいろいろモチーフって多分それぞれあると思うんですけど、それに向けて愛情を傾けるかということと同時に、距離を置くのかということを、ちょっと皆さんと一緒に考えていければと思います。なんとなくわかりますか？深いですね。いいですね。いえいえ、絵が上手な天才が変なことやって現代アートっていうのは、ピカソで終わりだと思ってもらってるんですよね、そうですね、それに比べて今はっていうところを考えるのにすごくリアリティあると思います。そうですね、そこら辺あと質問もみんなしてください。はいはい、どんどん間に入っていただいて、だからいわゆるちょっとクールに構えるようなところもアーティストには必要だということを含めつつ、今日のお話に、入っていきたいと思います。でちょっと電気いいでしょうか。で、先ほど僕の、作品タイルっていうところに、を、博士課程のとこから、どんどん作っていこう、ちょっと座っていいですか。どうぞ。座ってちょっとお話しますけども、していこうとした時に、タイルっていうのを、決めたわけですよ。で論文っていうものを書くときには個人で好きに書けるんじゃなくて、それを審査していただく先生方っていうのがいるんですよね。で僕はタイルっていうものを決めたので、じゃあタイルのなんかアート的なもの何かなって考えたときに、これ今、映ってるのはスペインのグラナダっていう場所にある、アルハンブラ宮殿っていう建物があるんですけれども、でこう上の方が光が入っていますけど、下の方を見るとこういうような、タイルっていうものが貼られてますよね。でこういうようないわゆる、16世紀頃に、イスラム教ですよねが、スペインに侵略していった時代に建てた一つの宮殿なんですけど、こういうような幾何学的なこういわゆるこう宗教的なモチーフもあって、大きなタイルの文脈を僕は読み解いていくんだっていうふうな意気込みをしていたわけですよ。でこういうような研究テーマで3年間かけて書きたいですっていうことを言っていたんですけれども、そしたら担当している先生に「いやそれ大きすぎるよ」って言われて、で、それ書けないよね、10年かかるよねって話をしてて、もしくは留学しないと書けないよねって話をしてて、じゃあ中村君これやったら、こういうような、モザイクのこういうものが、いいなと思ったんですけど、中村君これやったらって言われたのが、大正期の日本の浴室とか便所の、白いタイルについて研究してみたらって言われて、ああと思って、自分のこう夢がどんどんこう音を立てて崩れていくわけですね。大きなこういうような物語っていうものを、紡ぎ出していこうと思ってたら、こういうような白い単なる、家の、どこにでもあるような白いタイルの研究をしてくださいって、言われたわけです。でこう愕然としたわけなんですけれども、けれど自分が、実際物を作っていこうと、する上でその指摘がものすごい今の自分にとって大きくて、別にここに、綺麗だなっていう感情を持って見る人ってあんまりいないのかなと思うんですけど、けどこれをよくよく読み解いていくと、こうタイルという素材から、その当時の歴史であったりとか、建築の問題であったり文化の問題であったりとか、いろいろなものをこう読み解いて、いくことが、できます。で、じゃあここからだんだん自分の作品っていうところに、結びついていくんですけど、簡単にその
これは研究の方で行っていた話から、それが直接作品に今から結びついていくんですけど、これは、1923年大正の時代に、当時のカタログ、建築のカタログ集みたいなものが出ていて、その中の、一コマにこうタイルが、貼られた図っていうのが出てました。で、これはどういうだけこう重要な、ものかというと、日本にこうタイルという素材が入ってくるのは、明治から大正期の時代と言われています。で、新しい住宅を建てていく上でこういうような白いタイルというのがこの当時ものすごく、受け入れられて利用されていくわけなんですけれども、それまでの浴室っていう空間がどういう空間であったかというと、住宅の北側に押しやられていて、寒くて暗くて、不潔な空間とされていました。けれどこの大正期にタイルっていう素材が、住宅の中に入ってくることによって、今まで、木製であった空間の、表面にタイルが貼られて、表面は白くツルツルに、輝きますし、大きなこうガラス戸というものが、ステンドグラスというものが正面に入っているかと思いますけれども、が伝えられることによって、明るく清潔で、綺麗な空間になっている。こういうようにして、まずタイルっていうものが、この当時需要されていたということが、この文献というか、絵からも読み解いていくことができます。で、一方で、じゃあそういうようなタイルっていうものがこの当時、完全にみんなから認められていたかというと、そうではなくて、この怖そうな顔をしたおじさんは、谷崎潤一郎っていう、大正昭和初期を代表するような小説家であって随筆家である人なんですけれども、この人の書いた本で陰影来賛っていうテキストがあります。結構もうもしかしたら高校でも読まれたり今だったらするのかもしれないですけれども、簡単に概説するとこの陰影来賛っていう本の中で、今まで日本の暗く影っていうものにこう美を見出していた住宅の空間というものが、こういう大正期に入ってくるとどん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 西洋のものが入ってくると、そうすると、そういったものが、どんどん明るい空間になってくると、でそれの代表的なものが、タイルであるというふうにして、タイルというものに対しての違和感を、ものすごく、表明するわけです。でこういうことを言います。ちょっと読みますと、偕楽園主人は、浴槽や流しにタイルを貼ることを嫌がって、お客用の風呂場を純然たる木造にしているが、経済や実用の点からは、タイルの方がまんま勝っていることは言うまでもない。ただ天井、柱、はめ板等に結構な日本材を使った場合、一部分をあのケバケバしいタイルにしてはいかにも全体との移りがある。出来たてのうちはまだいいが、おいおい月日が経って板や柱に木目の味が出てきた自分、タイルばかりが白くツルツルに光っていられたら、それこそ木に竹を継いだようであると。で、ここら辺でこうケバケバしいタイルとか、ツルツルに光っていられたらとか、こういうような、いわゆる一つのタイルに対してのこう違和感というか、というものを表明するわけです。で、ここが僕の作品を作る上でのモチベーションになってくるんです。で、なんでこれがモチベーションになるのかというと、難しいですけど、こういうような文献というものをまず一回自分の中で読み解いていくんですよね。で、一方ではタイルって素晴らしいものとして読み取られていて、一方で、谷崎はタイルっていうのは日本的でないっていうことを言うと、けれど今の日本の住宅の空間を見るとタイルっていうものがどこかしこにもいろいろ入ってるわけですね。で、この文脈を読み解いてい、った上で、これちょうど自分の、作品の制作風景の一コマですけど、こう白いタイルの上に今これのっていう字がここにあるんですけども、一文字一文字こう文字を置いていくと、でこれちょっと白飛びして見にくいですけども、これギャラリー、これそこから作品に入ってくるんですけど、ギャラリーの床一面に、その白いタイルを敷き詰めると。で、そこに先ほど、僕が読んでいた、谷崎潤一郎の白いタイルに対しての違和感という文章をこうずっと書いて、ですので、原稿用紙のような上にタイル一枚一枚に一文字一文字を書いていってるので、見に来た人は、こう反復しながらこう行ったり来たりしながら身体を使ってこう文字を読んでいくと同時に、文字を読むことと同時に、そのものの中でタイルの質感というものも一緒に、読み解いて、なのでちょっと見えにくいけどこういうような、文字
これ母って字が書いてますよね、が読み解いていくようなこういうような作品、というものを、作りました。で、さらにそれの、発展版を去年、東京にある森美術館というところで展示した作品なんですけど、この当時の図案でもう一つ、改良和風便所というような和風の便所にこうタイルを貼る、バリエーションの、図版を見つけたので、この間取り図というものも、一緒に合わせて、これ会場の図面なんですけど、入ったところの部屋の方にはこういうような文字が入っていて、奥の方には、それの間取り図というものを、原寸大で起こしたような、ものを作っている。で、これが会場の入り口のエントランスのところですけど、もうパッと入った人は作品何もないですよねってこう通り過ぎていく人もいるんですけれども、よくよくこう入って空間の中に入って見ていくと、ちょっと見えにくいですね。本当はここに、文字が、全部こう記入されていて、先ほどの図面のようにして文字を読んでいる。モニターの方をもし見づらいときは見てもらったら割と綺麗に出てると思います。で、実際にその森美術館のお手洗い、現代のお手洗い、タイル張りのお手洗いが奥に続いていると、こういうような、作品、これマドリズム、アップのところですね、と、まあ、それの資料というものを、提案すると。で、こういうような形で、まず1点目、ちょっとこれ今まで、今からお見せする中で一番、ある種クールなというか硬い作品ではあるんですけれども、いわゆるただ単に、作品を自分の、表現でとして作っていくんじゃなくて、さまざまなそういう物語っていうものをこう読み解きながら自分なりにそれを解釈して作品化していく、こういうようなことを作品として出しています。で、もう一つ、もう一点紹介すると、これはE.S. ノースっていう人、明治期に、日本に初めてこうダーウィンの進化論というものを、広めていった人なんですけど、この人が、電車で、東京の大森っていうところを、電車で走っている時にこう断層のところから、陶器の破片を、探し出します。で、これが、彼の、拾った陶片なんですけど、これが日本で初めての縄文土器ってよく聞きますよね、縄文土器の破片なんですね。で、こういうものを、初めて、発見した人がいるんですけれども、で、彼がその後、すごい、さっきの偏愛の話なんですけど、陶器っていうものにものすごく魅了されていって、日本各地で、作られているいろんな、備前焼きとか信楽焼きとかいろいろな焼き物があると思いますけれども、そういう焼き物をどん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 収集していくと。で、それを、モースコレクションジャパンポータリーって陶器、日本の陶器っていうことなんですけど、日本陶器目録っていうものを、1901年に刊行して、一つの、こういうような、各、地域ごとの、陶器の、日本調のようなものの、コレクションをどん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 、していくわけです。で、これが僕の多分今2つ目の作品になると思いますけれども、の中で面白いのは、こういうような陶器のコレクションを読み解きながら、じゃあ次2つ目作品を作っていこうということを考えました。で、けれどこんなモースさんほど僕はお金持ちじゃないので、日本各地回って陶器を買い集めることもできないし、そうですよね。で、今日本に作られている陶器ってこの明治期ほどそんなに多様なものは、作られていませんので、どうしようかなと思って、とりあえず淡路島に民兵焼きっていう焼き物があって、それのこれ資料館の中で撮った写真なんですけど、こういうような焼き物があるわけです。で、ここから作品撮ってっちゃったら、泥棒なのでそれはできないんですけど、なんかないかなって考えた時に、結構その釜跡っていうものはもう取り壊されてなくなってるんですけれども、その釜跡の下というかから川が流れていて、河川がこうずっと海の方まで、例えば淡路島で続いているときに、こういう河川のところに行ったら、もしかしたらこういうもんってなんか拾えないかなと思うわけです。で、行ったら落ちてるんですよね、こういうものが。で、こういうものをちょっと拾ってきて集めることだったら、こういうこれ陶片、陶器の破片で陶片っていうんですけれども、陶片っていうものを集めることによって、自分なりの陶器のコレクションというものがなんか作っていくことができないかなということを考え出します。で、次京都で何かやりたいなと思った時に、京都で、瓦投げっていう、こう神社とかで厄払いをする時に、
素焼きっていう釉薬をかける前の生地があるんですけど、それをこう的に向かってとか、こういうような崖に向かって投げて、その陶器の破片がこう割れると厄が払えるっていうような、そういう風習がもともとあったんですけど、京都でも、東山じゃないかな、神護寺って言って鳴滝の方に、こういう瓦け投げって言いますかね、こういうスポットがあります。比叡山の方にも確か、あったと思いますけれども、こういう瓦け投げの場所があると。でここに行って下にこう川が流れてると、もう分かりますよね、下に行ったらこう陶片が拾えるんじゃないかなっていうことを思うんですよね。で行ったらもう大量にあるんですね。こういうようにもうキノコとかも生えてるようなところなんですけど、こういうような陶器の破片というものがこういっぱい落ちてると。で、こういったものもこう拾い集めてくると、でこういうことをしていくことで、それをなんかこう作品化できないかなということを考えていくんですけれども、でこれ単なるゴミじゃないですかって言われたらそうなんですけれども、けど、そこに落ちてる、陶片っていうものがある種のその時代っていうものを表しているものであったりとか、美術的にこう綺麗ではないものですよね。もうカビが、カビというか苔も生えているようなものですけれども、けどそれがあるっていうことが何か違う視点でのこう、陶器の価値っていうものを見出していくことができるんじゃないのかなということを考え出して、で、そのものをまあ一応ある程度綺麗に洗ってあげて、これもちょっと見えにくいんですけど、そこに自分の拾った来歴っていうもの、こういうもんでしたっていうものを、文字で、刻んでます。でこれ、それに刻んだ時の自分のワークシートで、例えば、高尾山の山裾にて採集しましたよとか、こういう文章をこうずっとこう書いていくわけですよね。でこれを何か作品にしようと。でこれも、これはタラオっていう信楽の方でこういうような登り窯の跡から、拾いましたっていうものや、これちょうど今持ってきてる同じものですけれども、京都の街中で、川端、東蔵間口通りの南角でこう拾ったと、いうことを、持ってくると。でそれを、その土地の絵はがきっていうものと、一緒にセットにして、こういうのが、今の拾ったようなものをセットにして、一つのこういうパッケージの中に入れて、作品化していくと。そうすることによって何か、一つの陶器のコレクションというものが何かできないかなというような形で、作品を、作っていた、こういうのがまず、次ですね、二つ目の、日本陶器地図というようなこういうような、作品を作ったりしてました。はい。で、最後の作品、三点目なんですけど、次も、もう分かるようにもう僕は、自分の情熱で作る人じゃないので、何かいい文脈ないかなということで、次に考えたのが、この人も大正期ぐらいに活動した人なんですけど、本和次郎っていう、建築とか、民族学って言われるようなところを、専門にしていた、人物なんですけども、この人が、昭和2年に、民族と建築っていう本を書いていて、この表紙だけ見るとすごい難しそうな本なんですけれども、何をしていくかというと、もともと日本の民家っていうものを、柳田国男とか聞いたことありますかね、遠野物語っていう、文章を書いたりする人もいるんですけども、その人たちと一緒にこう日本の民家を一緒に見て回ることを、続けていくんですけども、こういうふうに例えば、民家の、図面っていうものをスケッチでこう書き起こして、ここまではいいんですよこの人、けどなんかどん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 変な偏愛に、行きます。ここまで大丈夫ですよね。ある漁村の家の窓、こういう窓をしていたなっていうのをこうスケッチ取っていくわけですよね。あとはこういうような、自在首とか、暖炉の周りも、炉周りをこういうふうにスケッチで記録していく。で、これ台所、ある台所の図のスケッチ。こうスケッチも、上手だし可愛らしいので、見ていくと面白いんですけど、でここら辺もまだいいですね、垣根ですね、こういうようないろいろな垣根っていうものをスケッチで収集していくと、ここからだんだんおかしくなってますけど、障子の穴の形をいろんな家を回りながら収集していくと面白いですね。四角形の十字型になったものこうスペードみたいな、クローバーみたいになったものとか、いろいろあると。
でここになってくると、今日もちょうど来るときに小琴温泉のところにツバメの巣がありましたけれども、監視カメラの上にツバメの巣がついているので、もし帰り行かれる方見ていただけたらと思いますけど、こういうのはツバメの巣の立て方、カカシの種類、ボンダナの飾り方、うまいですね。いや、こういう植木鉢ですね、植木鉢の転用の方法、これもともと夜間だったものが植木鉢になってますよとか、こういうものをこう収集して、街歩き、農村を歩いています。あと洗濯物の干し方とか、こうイカを干すとか、こうイカの干し方とか、こういうようなものに徐々に目を向けていると。あとこれも砂浜の物干しでこう人手とかカニを干しているす、こういうような、なんか次の3作品目で思っていたのは、こう街中、これはまあ農村ですけど、街中にあるなんか、面白いタイルみたいなものをなんかこう収集していくことをしたいなということを、次の作品の展開として、考えてきました。でただただタイルを取っていってもあんま面白くないなと思っていたので、タイルの剥がれたところを探して写真撮っていこうと、いうことをします。でこういうように、例えばこれ、端っこが、剥がれてますよね。これもここの部分がタイルが剥がれていると、これとかひどいですよね、角の部分が、全部こう剥がれていると、こういう剥がれていくとですね、もうこうなってくるともうデザインになってきますけど、こういい感じに、穴が抜けて、タイルが剥がれていく、もうこうなるともう端一列だけがタイルが残ってて、あと全部こうタイルが剥がれちゃってる。で、こういうような、剥がれた跡、というものだけではなくって、実際その剥がれたところをやっぱり皆さん、住まわれているので、こう補修して直していこうとするわけですよね。でどういうふうにするかというと、こういうのモルタル、一番簡単なのはモルタルなので、モルタルで、こういう部分を、埋めていこうとする、こういう形とか、こういうのですね、モルタルでもう半分ぐらいモルタルで埋まってますけど、で下手くそだとこういうふうに出っ張ってしまうと。しょうもない解説していいですか。はい、モルタルってセメントに砂を混ぜたものですよね。そうですね、あ、ごめんなさい、はい、そうです、ごめんなさい、そうですね、コンクリートの塊なんですね。でやっぱりこういう角が、出てくるので、角の部分が欠けやすいので、こういうふうに山なりのこういうふうにモルタルになると。でこれもこれはね、パテみたいなもの、パテって何て説明したんですかね。大丈夫です、大丈夫です。タパって分かりますかね、パテみたいなもので埋めてるんですけど、ここ注目してほしいのは、これなんか微妙にこうテクスチャーがついてますよね。テクスチャーをちょっとパテで真似してるんですよ、うん、こういうとこ見つけると僕すごいこう偏愛が出てきてしまうんですけど、こういうようなものとか、あとこれは、剥がれたところ、これこの部分が多分剥がれていたので、モルタルをつけてペチャッとつけた直し方、あとなんかこう似たようなタイルを探してくる。でこれで補修していくパターンであったりとか、これ一見、きれいに、できているように見えるんですけど、下これが普通ですよね、なってて下4枚だけこうきれいに補修していくと、こういうの見つけるといいんですよね、これ2階部分の2枚だけ補修して、この補修した方が目立っちゃったりですね、こうパターンが見えて、こう縦一列全部補修する。であと補修のバリエーションっていうのはいろいろあるんですけど、あと色を塗ってしまうっていうものもあって、多分こんな元々色をしたタイルではなくて、多分ペンキのようなものですね。でこうベタッと塗ることである種の補修をしてしまう。これもそうですね、黒い電気でバーッとタイルのところを塗ってしまう、こういう補修の方法で、これももともとタイルだった場所を、上の方の白いペンキのようなもので、塗りつぶしているんですけど、おそらくここマスキングしてたんでしょうね。でちょっとだけ下の一列だけタイルが見えてしまう、こういうのを見つけていくっていうのが最近の趣味なんですけどあともう色とかどうでもいいみたいな、こうとりあえずこう隠すと、けれどそこもまた欠けてしまうパターン、もうタイルじゃなくてシールでなんかこう補修していくけど、それもペロペロ剥がれてるとか、あともう最悪なのはこれガムテープで止めようとする、ひどいですよね。でけどこれなんてもう
向き逆ですもんね。足詰まりとかになってないですからね。こういうような補修でものっていうものもありますし、でもう一個街中のタイルっていうものを見ていくと面白いのは、タイルがもともと貼られていなかった場所にもタイルが貼られてってしまうという事例もあります。多分これは多分モルタルの部分が欠けてモルタルを埋めようとしたけど、これ推測ですよ、お風呂場のタイルが何個か剥がれてたのでちょん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 とこうつけました。こういうものですね。あとこれ下4枚もタイルがタイルとして使われずに柱を支えるための当て木のようにしてタイルが使われてしまう、かわいそうなタイルですよね。あと結構たまに見るんですけど、おそらく職人さんが作ったものではなくて、住まわれている人がタイルで自分のこう花壇をこう飾り立てる、こういうもの、あとこれもそうですね、多分床にこういうタイルというかこういうようなコンクリートブロックっていうものを、はめられているの見たことあると思うんですけど、それが余ったものでこう花壇を作っている、こういうふうに転用して、そのもののタイルの価値っていうものを作っていく、こういうパターンもありますし、あとこう建物を取り壊した更地にしてこう間取りの部分の基礎の構造だけが残ったところを利用して、こういうタイル張りの、花壇というか園芸のようなものをするもの、というものも、出てくると思います。でこういうような、ものを何かこう見ていくような、作品もしくはそういうふうに補修していくっていうところを、街中で、何かこうワークショップ的にできないかなと。これと今年の初めぐらいに考えてるんですけども、もう一人メンバーで建築士を研究している本間っていうこと2人で都市表層研究所テグラっていうような、まあ、ユニットというかプロジェクトを立てて、まあ、そこに書いてあるように街角のタイルの採集と補修をしていくプロジェクトというものを考え出しました。でまあ、全4回あって、まず、1回目は、タイルの採集ということで、こう街中にワークショップ参加した人と、歩いていきながらいろいろなタイル物件っていうのを見ていくんですけど、こうタイルが剥がれたりとかしてるところを見つけると、フロッタージュって分かりますかね、よく10円玉とかを置いてその上に紙を置いてこう鉛筆でこすると、下の図像が出てくるってあると思いますけれども、その方法でタイルを収集して、怪しいですよね、完全にこういう形で、タイルの、ディティールを今度どんどん収集していくと。で2回目には、清華大学の佐藤守弘先生という人に、来ていただいて、その話、まあ、タイルの採集とか補修とか、京都の街中におけるタイルというのがどうあるかというかどういう状況にあるのかということを、まあ、ちょっと、学術的に話をしてもらう会を作って、この時にそのフロッタージュしたタイルの写真というものとか、あとこうテグラカルテってテグラってくれたので、いろいろな住宅のさまざまなタイルの状況というものを、一個のこういうようなカルテ表みたいなものを作って、写真と、それの状況というものを、参加者の人たちにこう作っていってもらうと、こういうものも作りました。で、3回目になると今度補修をしていかないといけないので、タイルを一から作りましょうというワークショップを3回目にはやって、こういう石膏型を、ここにある下にあるこう白い塊が全部石膏って言われる、型なんですけれども、ここの中に、粘土を押し入れて、タイルを作っていくと、そういうワークショップをして、これが参加者の人たちと一緒に、作ったタイルなんですけれども、これを使って実際に街中にあるさまざまな物件のタイルを、補修していこうというワークショップを、行いました。で1個目にやったのは、京都の、東山の方にある、大黒湯さんという、銭湯なんですけれども、こうすごいタイル絵の綺麗なところなので、中のタイルを、補修したかったんですけど、すごい綺麗な状態で保たれていて、でそのお父さんに聞いたら、玄関先の下駄箱のタイルが2カ国所ぐらい離れてたよって聞いて、でそこにこういうふうに自分たちで作ったタイルっていうものを、補修していく、こういうようなワークショップをしたり、
あとこれ京都の東山のこれもそうなんですけど、ハプスっていう、アーティストをまあ様々な形で支援してくれる、団体というか、場所があるんですけれども、そこの、外観の今これ写真なんですけど、ここの部分にこう使われなくなった、ポストが1個あってですね、で、中の方にこう新しいポストがあるので、このポストをタイルで何かこう活用しながら、生き返らせたいなという話をしていて、こういうような形で、参加者の人たちと一緒に作った、タイルというものを、はめ込んで、ポストをもう一回生き返ると。でここに、皆さんの拾ったタイル片を入れてもらうようなボックスにしようと今してるんですけれども、こういうようなワークショップもしましたし、でこのハップスの入り口入るときにこう路肩の部分と、こういうような石の間に微妙な溝が開いていたんですね。でこの溝のところにもこうタイルを入れたいなということで、参加者の人たちと、これタイル片なんですけど、これは、自分たちで作ったタイル片じゃなくて、僕が夜な夜な採集している街中にある、タイル片っていうのが、ぜひ今日帰り道でも歩いてもらうと、意外とタイル片って街中に落ちてるので、宝物だと思って、よかったらこう拾い上げてみてください。人の家にこう剥がれかけのタイルは取っちゃダメですけれども、さら地とか行くと結構タイル片っていうのが落ちてるので、こういうようなタイル片っていうものを探してもらうと、なんかこう制作のきっかけになるかなと思いますので、見てもらうと。でこれを、一緒に入れて、こういうような、溝がなくなって、そこがタイル片、拾ったタイル片で埋めていくと、こういうような、プロジェクト、なども、やっています。なので、まあ、自分の、作品というものを、まあ、ちょっとここまでが自分の作品の話ですけれども、振り返って考えていくと、まあ、タイルもしくはこう陶片というものを今、大きく出してきましたけれども、そういったものの、中にあるようなこういろんな物語もしくは文化的なコンテキストっていうんですけど、文脈ですよね、というものをベースにして何か作品というものを読み解いていくと、ちょっとまあ難しいんですけれども、そういうような方法で何かものを作ってる人も、いるんだよということを、ちょっと知っていただけたらと思います。ですので、まあ何か、自分の自己表現という形で何かものを作っていくってことももちろん作家としては、一つの方法ではあるんですけれども、そうだけじゃなくて、いろいろなこう物語とか、都市にあるこういうようなタイルっていうものを一つのアイディアのモチーフにしながら、そこをちょっとどういうふうに自分で料理をしながら、作品化していくのか、という方法も、あるということを少し、知っておいて、いただけたらと、思います。で、こういうような、仕事っていうのが自分の仕事のメインにあるんですけれども、それ以外にも、先ほど、宇野先生の方からもお話ありましたように、自分の今アトリエっていうものを開放しながら、今、APP アーツスタジオって言って、自分たち、僕入れて6名なんですけど、陶芸が2人、漆が2人、染色1人、版画1人の、6名ので、まあ、1つのグループみたいなものを作っていて、これがちょうど僕の今アトリエなんですけれども、ここの空間を使って、まあ、いろいろな、イベントをしていこうと。でその中で、ポイントとしているのは、工芸っていう言葉って、聞いたことある人もいると思うんですけども、陶芸とか先ほど言った染色とか漆工とか、そういうものが入る、ところなんですけど、そういうような、工芸っていうものを一つの、キーワードにしていて、でそれの、まあ、現代なりの、様々なバリエーションの制作の方法っていうものを、探っていこうというプログラムを、立てています。でその中で、やってるプロジェクトとして、これ去年の4月から始めていたんですけど、初めの頃はまだ、探り探りでしたけれども、こういうの例えば陶器で、陶印っていうようなこうハンコを作る、ワークショップ、みたいなものをしたりとか、富本健吉っていう、作家がいるんですけども、もう亡くなった人がいるんですけど、その、記念館の学芸の人に来ていただいて、その人の作品について解説をしてもらったりとか、2回目は「つくろいの発想」というタイトルで、最近よく器がこうかけてる金継ぎっていうのが流行ってるんですけれども、金継ぎでこう陶器の破片同士を合わせたこういうような、ブローチを作ろうという話
の、ワークショップですねをしたりとか、ギャラリー K さんっていう布の、古代の布っていうものをいろいろ集めているギャラリーがあるんですけど、その K さんと一緒に来ていただいて、日本の、木綿以前の、洋服っていうのがどういうものであったのかと、いうことのレクチャー、3回目は歌舞伎と遊ぶというタイトルで、こういう漆の、お椀を作るワークショップですね。で、お椀も作るんですけど、こういうような、漆絵と言われるような、細かい技法を使って、漆で絵を描いていく、ワークショップであったりとか、これ近田屋さんといって京都にある、帯問屋ですけども、その人に、古いこういうような、帯のものを見せていただくお話、こういうようにして、まあ、さまざまな、形で、工芸、今まで言われているような工芸っていうものを、もう少しこう広く、解釈していけるような、方法を持って、やっているようなこういうようなシルクスクリーンを使ったものとか、ブックデザインをしている人を呼んできてトークと、こういうふうに大体まあワークショップと、トークイベントっていうものを並行して今やってるんですけれども、これも染色の老血染めっていうもので風呂敷を作るワークショップと、その風呂敷をどういうふうに包むことができるのかっていうのをレクチャーしてるとか、結構やってるんですよね。これが6回目ぐらいかな。これは写しの技法ということで、シルクスクリーンの技法を陶器に焼き付けるというものの、ワークショップでみんなでお茶会をしたりとか、京都にもともとある唐紙っていう、古い、紙の刷り方の木版刷りのところがあるんですけれども、その人に来ていただいてその、紙の刷り方の、まあ、ワークショップ兼トークイベントみたいなで、あとその、APP のこのスタジオ以外でもやっていて、これ河合勘十郎記念館ってこれ、京都の五条坂にある、美術館、なんですけども、そこの中でも、1回トークイベントをさせていただきました。で、この時は、まあ、陶芸家で河合勘十郎っていう人がいるんですけれども、その人の、陶器のお話だけじゃなくて、この人が自分の自邸を設計したりとか、自分の家の中の室内装飾とかっていうものを、いろいろ、自分なりにこう組み替えたりもしているので、それの、いわゆる陶芸家河合勘十郎じゃなくて建築としての河合勘十郎について、お話をいただく、イベントなども知ってましたし、またもう一回漆の、ワークショップをやって、もう結構こういうのを年間通して大体2月に、1本ぐらいですかね、という形で進めています。でこれ前回、やった、趣向の住家っていう先週ぐらいやってたものですけども、さっきいろいろな街歩きの話もありましたけど、ちょっとまた違う視点で、街歩きを、もう一人美術家の方をお招きして一緒に街中にある変なものを一緒に見ていくと、こういうようなワークショップとか、トークの、イベント、なども、やっています。なのでまあなんか、僕自身の活動、まあ大体ここぐらいまでかなと思うんですけれども、ちょっとまたこの後宇野先生とお話ししながらと思うんですけれども、まあだから結構こうものを作っていく上で、ただ単に自分の作品だけを作るっていうことではなくて、それを例えば、文脈を持った上で何かものを作っていくっていうことも一つでしょうし、こういうのは APP アーツスタジオみたいにして、まあ、地域の人や、学生さんとか、関係者の人たちを、呼んできて、同じようなものの考え方っていうものを持った人たちと一緒に、何かものを作っていくっていうことも、一つの、可能性かなと思っています。でそこら辺が結構最近広がってきて、これ自分の出身校ですけど京都精華大学で秋を食ステーブルウェアっていう大学の授業の、一環として、ガラスのお皿と、味噌汁碗とご飯碗 と、テーブルのランチョンマットですねを、全6回ぐらいで作るこういうの大学の授業のプログラムになっていたりとか、あともう一つちょっとこれまだ全然途中なんですけれども、11月に京都の、2部とか2条とか、西の方のエリアにあるんですけど、今度宿泊施設を、1個作るんですけれども、その宿泊施設の内装を、
さっき言った APP のメンバーの、まあ、4人だけなんですけども、で、こういうような室内装飾を作っていくと。で、僕が今作ろうとしているのが自分の拾ってきたタイル片を、これ、まあ、これコラージュしてるだけなんであれですけど、を、叩きって言われるような昔の土間の技法の中に、入れたようなこういうような床面を作っていこうと。これも、8月の終わりぐらいからやっていくプロジェクトなんですけれども、こういうようないわゆる建築に関わるような仕事っていうものも、このメンバーで最近、徐々にですけれども、開拓して作っていってると、こういうような、活動も、しています。あとまあちょっと告知になるので、一回ちょっとこれで切りつつ、はい、お話しを告知しちゃってから、あ、告知しましょうか、はい、じゃあちょっと告知、はい、もう一個だけ告知、あ、2本あるんですけど、あのこれちょっと多分ちょっとチラシがなかったので、これお配りできなかったんですけど、これ今度、タイルつながりで考えると、タイルって今そんなにあのいい、なんていうんですかね、注目されているものではなかったんですけれども、2016年に、多治見って聞いたことありますかね、ちょうど昨日ニュースで日本一暑いって39.7、岐阜県ですね、の多治見っていう場所があるんですけど、そこがそうですね、でそこが、焼き物の産地になっていまして、で特にタイルっていうものを、多く、作っていたエリアになるんですけど、そこが2016年に、多治見市モザイクタイルミュージアムっていう美術館を、作るんですね。で、それにあたって、この藤森照信さんっていう建築史家で、建築の歴史を勉強する人でありながら、建築の建物を作ってしまうような人なんですけれども、この人の設計のこんな山みたいな美術館が面白いんですけど、結構あの建築、またこの人の名前を検索してもらうといろいろな建築作ってるんで、面白いんですけど、こんな山みたいな美術館が2016年にできます。なんかこんな感じ。日本画の人は秋の服でしてる画家。秋の服美術館っていうのが浜松でしたよね。そうですね。うん、そこの設計した人です。もうこういう美術館もできるんですけど、まあ、ここの藤森さんってこういう人なんですけど、この人が、1999年に、路上観察学会っていうのを、学会というか、まあ、一つの街歩きグループみたいなのがあって、赤瀬川源平とか南新坊とか、知ってる人は知ってるような有名な人がいっぱいいるんですけども、その人たちと一緒に、こうやっておっちゃんたちが街歩きをしていって、街中にあるこういうタイルは別に注目はしてなかったんですけど、こういうタイルの豪華要素とか、こういうの植木鉢の形であったりとか、びっくり腰だと思うんですけど、こういうちょっとなんか間違った看板とか、こういうなんか神棚とか、こう街中にある結構面白いものっていうものを、いろいろな形でこう採集していくんですね。でそれを今度、これの99年に歩いていたのを、もう一人さっき言った、都市表層研究所テグラっていうものをユニット組んでる、本間君と一緒に、今度は彼らの歩いた道のりを、タイル目線で、街中を歩いてみようっていうプロジェクトになっていて、でこれちょうど学芸の人とかと一緒に歩いてるんですけど、こう街中にあるタイルの物件っていうものを、これ結構珍しい、こういうタイルが下についたような、陳列棚ですけど、こういうものとか、こう流しに使われていたタイルがこういうふうに活用されているところとか、さっき の本和寺が見てるようですね、こういうようなものとか、こういうマジョリカタイルといわれるようなこういう美術タイルっていうものが結構街中、京都市内もいろいろタイルの物件はあるんですけど、タイルの産地ですので、いろいろな形で、実際に街中にも使われたりしています。こういうものもあったり、なんかこうよくわからないんですけど、これも造作物でこの当時あったらしいんですけど、コンクリートブロックにタイルがきれいに獅子16枚ですね。ブロック作りだったかもしれない。そうですね、ブロック作りで、これ、うん、でこれのなんか昔花壇を作ってたりとかしたみたいなので、こういうものとかが、で先ほどのあの赤瀬川、あの防火用水が今も、14年かな、経ってもまだ残っていたりとか、こういう軒のところまでタイル張りにすると、こういうのだからもう産地独自のこうタイルの、妙な発展の仕方っていうのがあるので、これをもう一回、合わせて、これもなんか、もともとここが玄関だったんですけど、これがドアになってしまって、ちょっとだけタイルが、見えてると、
こういうものを面白いものを探していくようなものと、でそのタイル館のさまざまなタイルのコレクションの資料があるので、それと合わせて、まあ、タイル館を作り上げていくにあたってのプレイベントとして、一緒に参加して作っていくような、プロジェクトもやっています。でもう一つは、漫画のようですけれども、これは京都で、ギャラリーパルクっていう三条五甲町にあるギャラリーで、やる展覧会の BM なんですけど、漫画のワンシーンみたいになってますけど、タイルとココラとツーリズムっていう展覧会で、ちょっと水木しげる風の漫画が、なんかココラ見てるのいいですよね、あるんですけど、みんな知ってるのか、谷本さんとの2人展になるんですけれども、これ僕ですね、これ谷本さんなんですけど、ね、40と30のおっさんなんですけど、めっちゃ可愛く描いてくれてタイルとコラタツーリズムで、何の展覧会かというと、もう漫画だけで十分楽しいのでいいんですけど、京都の市内を歩いていくと、こういうような、お地蔵さんの祠っていうのがいろいろあるんですけど、タイル張りになったお地蔵さんの祠っていうのがあって、でこれをモチーフにしながら、さっき言ったモチーフですけど、しながらこれをこうどう料理しようかっていうことを今2人でこう考えてるんですね。で、それをまあ全然もうあと 2,3 週間しかないんですけど、全然作品できてないんですけど、の作品を作っていく。でこう、これ裏面で、これなんか Facebook の自分なりにしたいぐらいの可愛いですねこういうものもあるんですけど、でこういうのですね、タイルホコラっていうのが結構京都の市内にこういうふうにタイル張りになった、見つけちゃいましたねそう、こういうのがあるんです。こういうのとか、これちょうどチラシになってたんですけど、こういうタイル製の祠の場合、なんでこういうのタイルの祠って、普通木造でできているのが祠だと思うんですけれども、なんでこういうのタイル製の祠ができているのかっていうこともちょっと、考えていくと面白いかなと。これも好きなんですけどね、こう明らかにもう新しい住宅できているけど、半身になって残っているこの、いいですね、全部こう総タイル張りなんですよね。だからなんか結構皆さんこれから物を作っていく上で、街に出るってなんかこう情報としても全部街に出てるものってもうアップされてるように思ってしまうんですけれども、やっぱり街に出てこう実感を持って出ていくと、変なものって結構まだ街中に転がっているので、そういうものから作品のベースをちょっと考えていくっていうのも、なんか物を作っていく上での一つのきっかけになるかなと思いますので、こういうものをちょっと、最後紹介させていただきました。はい、ここまでですかね。はい、ありがとうございました。一応これ3年生、うちの大学の3年生対象でした。ちょっとね、高校生の皆さんには濃すぎたというか、難しすぎたかなっていうのがありますけど、なんか単純にですね、芸術家っていうのはちょっと不思議な人で、面白い絵を描いたり面白いものを作る人だというふうに、まあ、多くの人たちが刷り込まれてるんですけど、まあ、そういう人が芸術家だったのは、まあ、100年ぐらい前までですね。そうですね、多分そうかもしれないですね、うん、それでですね、じゃあ今はどうなってるのかっていうと、もうものすごいたくさんいろんな種類のアートがあるんですよ。だから中村さんみたいなタイプもいれば、またそうじゃないタイプね、もちろんいっぱいいて、まあ、そういう幅の広さをね、体感してほしいんですけど、もう一つは何ていうのかな、いろんなね、表現があることを、なんていうか、美術って要するにお仕事のために何か学んでるわけじゃないので、本当に世界中の人間の数だけいろんなことを考えてる人が世界中にいっぱいいて、そういうアイデアと出会える学問かなっていうか、うん、そうですね、思うんですよ。だから絵描いてるから他はどっちでもええねんとかじゃなくて、本当に世界中にいろんなことを考えてる、まあ今日もクールにやるって言ってましたけど、だいぶ変態ですよねこういう人もいれば、もうこんな人もいるみたいな、うん、そういうものとも日々出会えるのがアートの魅力かなと思います。そうだと思いますね。だからちょっと特にね、高校生の皆さんには、これ何がこれで芸術なのかなとか思ったかもしれないんですけど、ちょっとこう不思議な出会いをきっかけにして、どんどんじゃあもっと変な美術ないのかみたいなね、を探してってくれたらなと思うんですよね。なんか最近僕 YouTube で見たので、
スーパーマーケットにイタリア人から弓持って行って、はい、買いたいやつ撃つんですよ。で刺さったやつレジ持ってて買うっていう。これも超グローバルアートですよ。すごいね。日本人だったら水やって育てるんですかね。あなんかそういうのもあったりして、はいはい、本当に今芸術はもう触れ幅が非常に大きいの で、 そ う、 で、ね、まあ、そういう出会いにしてくれたらなと今思いましたね、はい、なんか本当に多分なんでそういう風になったのかってことは多分ちょっと考えておかないといけないところがあって、で美術ってまあ、どっかの時代から美術だけが独立してしまった一つのジャンルになっているんですけど、例えば明治期以前の日本でも西洋でもそうです。例えばルネッサンスの頃なんていうのは美術っていうものって、宗教がと例えば密接に関わっていくことで美術っていうものが成り立ってただろうし、例えば明治期の日本だったらそれが輸出産業品、例えば工芸だったら輸出産業品というものと結びつくことによって美術というものが成り立ってたと。けれど例えば近代の美術というものを見ていくと、どん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 美術というのが自立していこうとした時代があって、絵画だけ成り立つもの、例えば日本画の人も例えば今やったら日本画は日本画だけ成り立ってしまうという時代が来ていたから、美術ってのオリジナリティを持って独立したものでないといけないっていう文脈ってずっとあったんですけれども、けどなんか最近の柔らかい言い方していいですか、はい、昔ほら神様のために建物を建てたり絵を描いたり彫刻を作ってました、うんうん、みんなで一つの美を作ってたんですよね、うん、そうですよね。それが科学の時代がやってきて、うん、それぞれが自立することを目指した、うんうん、例えば庶民は王様とかの奴隷じゃなくて、うん、個人としてのステータスをね、得ようとか、うんうん、自由を獲得していくプロセスで、うんうん、絵画は絵画でしかできないことをやろうとか、そうですね、彫刻は彫刻だけでとかっていって、うんうん、バラバラになって、ね、まあ、現在みたいな多様だとか細分化されるっていうようなことになってきたんですけど、うんうん、また今ね、それぞれの分野だけで細かく割るんじゃなくて、そうです、ね、みんなでこうまた一つの新しい面白いものを作っていく、うん、それはまあ今度は宗教じゃないかもしれないですね。そうですね。だからなんかそういう今波が来てるんですね。こういうような例えば APP でワークショップ、先ほど見てたようにこういうのって、まあ、なんでやっていくのかって、個人で物を作らなかったり誰かと一緒に物を作ったりすることで、だから今例えば美術に宗教でもなくて経済でもなくてなんか役割があるとしたら、例えばコミュニティを例えば作っていくための一つのツールかもしれないし、だなんか最近美術館で展覧会見るよりも、例えば今、直島とか瀬戸内の芸術祭みたいなものが、瀬戸内のいろんな島を使って、地域の人とアートで何かというようなものが、まあ、結構流行ったりもしていますけれども、なんかだからこう美術っていうものが世界っていうかこう環境に求められているのが徐々に変わってきている段階であるし、でそういう意味でこういろいろな個人個人が自分のこう特殊技能を持ち寄って物を作っていくっていう方法が徐々に出てきているのかな。だからこれ今一緒に写ってこれ変にちょっと簡単に省略しましたけど、街歩きしたこの真ん中にいる男性、後ろ姿で顔見えないですけど、伊達信明さんという人で、この人は美術家なんですけれども、建築物がこう取り壊される時になった時に建築物のいろいろなこう破片をもらってくるんですよ。でその破片を集めてウクレレを作るんですよ。でウクレレを作って、それをあなたのお家ですよって言って、もともと住んでた方にお返しするっていう、まあ、65体ぐらい作ってる、建築物ウクレレ化計画ってことを14、15年やられてるのかな。そういうような方も、おられたりして、なんかそういう意味でこうアートと、いわゆる周りの人の環境がみんなあってくるんですけども、でこの人と僕をつなげたのは、彼はトタンが好きなんですよ。で僕はタイルが好きなんです。トタンって分かりますよね。トタンのこう波板とかああいうののエッチな方で、なんかだからそういう人もいる。しかも瓦も来そうですね。瓦も来ると思いますね。ちょっと瓦はちょっと手出したいな最近。自分の恩師があれですよ。朝鮮の瓦の破片エッチです。これだいい瓦物件を最近探したのが後でだからなんかそういうなんかだからコミュニケーションだから、例えばなんか私はアイドルが好きですでもいいし、私電車が好きですでもいいし、なんか自分の他人よりこう特化した趣味というか趣向みたいなものって言って、人とこう全然自分の知らないとか人とこう会話をしていくための一つの
武器というか何かになってくると思うんですよ。だから結構、だから僕がそのちょっと難しいというか、あの大正期ぐらいの住宅とかなんかそういう態度っていうのにこう関心を向けてるっていうのは、何かそれをベースにして人と会話、作品を通してもいいし、あの一緒に誰かと何か会話する時のでもいいんですけれども、なんかそういうようなものとして美術が徐々に変わってきているっていうのは一つあるかなと思いますね。本当にあの技術ベースのね、美術っていうのは、あの皆さんラストサムライという映画見たことあります？トム・クルーズが出てる、あのトム・クルーズさんは日本が近代化するときに戦争の仕方を教えに来てくれるわけですよ。近代の文化に、ね、同じように油絵の先生や彫刻家もあの時代に輸入してるんですよね。例えば彫刻だとラグーザさんっていう方をお招きしてるんですね、実はね。でそうやって要するに、まあ、元々に日本的だったものから西洋の文明を、あの美術だけじゃなくてね、もちろん、あの軍事や産業、ありとあらゆるものに、まあ、取り入れた経緯があるんですよね。で その時、あの日本人って職人気質だから、あの職人制度みたいな感じに美術を教えていく学校を作っちゃったんですよ。あ、はいはい、それで、あの例えば彫刻でも物とどう対話するかとかよりも、あのブロンズ鋳造の仕方とか、はいはいはい、石膏の使い方とかみたいな感じにやっぱり教育が作られてっちゃった経緯があるんですね、うんうん、だからあの今でももちろんそれを教えてるし、うんうん、大切なことなんだけど、うん、あの技術イコール美術ではないっていう、うん、そうですね、でその延長線上になんか、うん、あのもっと難しい芸術の文脈があったりとかして、うん、挫折した世代もいっぱいいたと思うんですけど、今本当に世界がこうネットワークの発達でつながってきてて、もう一回なんかみんなで何かしたりとかね、うん、ちょっとあの今日の話はだからハッピーなイメージですよね。あ、すごいハッピーです、うん、僕楽しいですね。なんかもうこんな話聞いたら絵とか描いたり物を作ってるのもうダサいんですかみたいに思っちゃうかもしれないけど、そういうことじゃなくて、そうですね、むしろ みんなが今やりたいと思ってることが、うん、あの芸術になり得る時代になったっていう感じですかね、うん、そうですね、だからそういう気、いや僕は希望を感じますね、うんうんうん、だからタイルが美術になってしまうっていうやばいですっていうのがいや、さっきあの陶芸からも建築からもないがしろにされていたものが、けどなんかあの美術っていう文脈においてはそれをこう受け入れる、なんていうか土壌があるというか、っていうところも多分一つ面白いところかなと思います。僕ら2人でずっと喋ってても尽きないので、このまま飲み屋に行った方がいいんじゃないかなそうです、ね、なってしまいますので、ちょっとだけあの、皆さんからの、ね、質問も、特にあの、ゲストの高校生の皆さんはもうちょっとしたらあの僕と一緒にコースの紹介とかの方もちょっと出ていかなきゃいけないので、ちょっと優先的にもし何か質問がありましたら中村さんにあの挙手を、あでもちろんうちの学生さんたちもあの僕がいなくなった後も中村さんとのフリートークが続きますので素朴な疑問から何を聞いても答えてくれるんですよね。はい、大丈夫です。あの答えてくれると思いますので、皆さんよかったら質問を挙手してください。マイク持っていきます。はい、どうですか、大村さんどうですか、ファンとして誰かいませんか、大丈夫ですか、あ今日はめちゃめちゃシャイですね、いいですねいませんか、大丈夫ですか、大丈夫、よかったら、いや本当にすごい簡単な質問で、いや全然何でもいいと思います。あ、じゃあ僕から代弁したっていいですか。はい、あの森美術館でやられた、はい、あの文豪の言葉をトイレの前にタイルで貼ったやつありましたね、はい、あれ素朴に質問するんですけど、で、道芸術なんですかっていうふうに思いませんか、みんなね。なぜあれを、あ例えば先方さんがどういうふうに面白いと思ったかみたいなところでもいいかもしれない。難しいですね、でも素朴な疑問ですよ ね、 そうですね。例えば、おーすげーこれ美しいとか、おーこれかっこいいみたいな出会い方だけが美術の出会いだと思ってる人には、うんうんうん、なんでこれがアートになってるのかなっていうのは疑問だと思うんですよね、うんうんうん、ちょっと1時間ぐらい考えたら、ね、超意地悪な質問してるじゃないですか結構難しいな、けどあのどこ思いませんか皆さん、うんって言ってよ、じゃないと、そう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 、いやそうだと思いますよ、なんでただのタイルじゃないのって言われたらその通りで、うん、であのここら辺本当にすごく
自分のあれはあるんですけど、だから完全に文脈としてこう多分今あの宇野先生はお話できる自信はあるんですけども、けどそれじゃないもっと簡単な読み取りでここの場におけるこう回答って結構難しくて、僕逆に、つまり美術は文脈すごく重視してるってことを一つの理由としてあるんですよね。例えばあのよくあるのは便器をひっくり返してね、ただポンと置いただけの名作泉という名作があって、あれはマルセル・デュシャンというアーティストが作ってて、まあ、それを出発点に現代美術は始まってると言ってもいいぐらいなんですね。だからものすごい天才があるアイデアを毎回出し続けてるわけじゃなくて、その100年ぐらい前、あれ1914年ぐらいにこう作られた作品なんやけど、それをベースにみんなああでもないこうでも、例えば本当にオリジナルなものってありえるのかとかね、いろんな議論がこう巻き起こってるわけですけど、それに対してね、例えば中村さんのやつとか何が面白いかっていうと、同じ時代の明治の文豪の言葉に乗っかってるあたりがね、きっと日本の美術として僕は面白かったと思うんですけど、まあちょっと高校生向きには、つまり、そういういろんなヒストリー、そうですね、歴史が実はあのなんてことないものをポンと置いたものを眺めてるときに、まあ、プロや専門家は、それを含めてね味わってるんだっていうことだと思うんですよね。だから単純にこう目を喜ばせる造形物をね作ってるだけじゃないっていうところが一つキーワードかなと思うんです。そうですね。だから結構だから見えない、だからまあすごい趣向の問題になってくるんですけど、こう見えないものの文脈を読み解いていくことの楽しさってやっぱあって、でなんかそれあの推理小説みたいなものとなんかすごい近いかなと思って、なんかこう全体があるのかなとか犯人がいるのかなっていうのを読み解きながらこう読んでいく。だからものすごい昨日やったハリー・ポッターみたいな分かりやすいものもあれば、なんかそういうような文学においてもなんかあるようなっていうのが、けど今なんかそういうものが逆に求められていくような時代でもあるのかなって気がしますね。なんか特に本当中村さんの面白いのは、そういう海外のね超有名なレオナルド・ダ・ヴィンチとかね、あれ超有名なありがたい人の話じゃなくて、本当に今の僕たちの生活を支えてきた半世紀前とか一世紀前とかの人たちがどういう風な日本に なりたいと思ってたのかとか ね、そういう言葉を、もういたこですよね、完全に呼び覚ましてきて、自分のこう現代の感覚としてこう僕たちに投げかけてくれるっていうのが いろいろ、まあそうですね、考えたりなんでなんだろうと思わせてくれるものがね、まあ、芸術だったりするんでね、すごくそこが面白いですよね。そうだからなんかだから自分自身も楽しんでる部分があって、でこういっぱい出てきたあの展示した作品を出した瞬間には綺麗だなって自分で思う瞬間もあれば、例えばこの谷崎の文章に触れた瞬間に同じぐらいなんかこう盛り上がる瞬間もあったりとか、だからそういうものにもこう美的なものがなんかこう、はい、感じる瞬間っていうのがあるから、だからなんか本当にビジュアル勝負だけの美術っていうものも一方ではあるけれども、そうじゃないあの美術のあり方っていうものが、あのなかなか言語化しにくいんですけれども、せやし、あの作品にしてるんだと思うんですよね。あのちょっとね映像がほら白く飛んじゃって今日申し訳なかったんですけど、真っ白いねタイルの空間にこう包まれた時の、こう体感するっていうか、まああれを我々の世界でインスタレーションって呼んだりするんですけど、そういう表現で、だから文章を読ますだけでもね、ひょっとしたら成立するかもしれないんだけど、そういうものをタイルの質とか光とか空間とかでこう感じさせるっていうあたりが、あのいわゆる王道の美術とつながってるわけですよね。やっぱり美でもってそれを伝えようとするとか、やっぱりいいですよね、あれ。っていう感じできっといいんですよね、はい、みたいな。そうですね、そうですね、うん、ちょっと温まりましたか、どうですか、一人ぐらいいませんか、いませんか、はい、あ、はい、じゃあ、お願いします。はい、こんにちは、あの現代アートコース3年の菊池と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あのそのちょっと聞きたい質問的なことなんですけど、はい、僕はあのタイルを裸足で踏むのにすごいやけに抵抗があって、あんま裸足で踏めないんですよ、タイルを。中村さんはあの裸足でタイル踏める人ですか？あの裸足でもあの靴履いても踏める人っていうか、けどね結構あの聖火台で
あのこの間銭湯について1時間半喋ってたんですけども、で銭湯好きですっていう人と行ったことないですっていう人がいて、でタイルの上を素足歩くの嫌いなんですっていう人やっぱいて、あのコメントがあるっていうの 2,3 人いて、逆に僕その人たちにそれちょっと汚いからって思うんですか、 なんでこう違和感っていうか、なんかすごいあのあれですか、なんか道端に、まあ、犬のうんこが落ちてるとするじゃないですか、はい、それを踏みに行くような感覚というか、いや不浄なものを感じる時があるんですよ。ああけどなんかわかるかも。なんかそういうなんか原体験があるわけではなく、ないんですけど、なんかトイレとか、うんうん、お風呂場とかなんかちっちゃい頃はちょっと汚い場所ってイメージがあって、うん、そうですね、うん、それが根付いてて、はいはい、今でもタイルを素足で踏むっていうのが、特に濡れてるタイルが一番だって。じゃあ銭湯とかダメですか。銭湯も行かないです、ね。でその踏んだ瞬間に新しい何かが出てくる。でも本当にイスラムにしてみたらものすごい正常なものですよね。そうそう、ね、だから結構だからあので結構なんですかね、東南アジアの方とか行くと結構全部白タイル張りの床になってたりとか、そこで裸足で行くとあの夏場とかすごい涼しかったりとか、あの理にかなってる部分結構あったりとかするんですけども、でも確かにそのそういう方。うちくんがだから不浄に感じるのは、うん、トイレやお風呂のためのものとして広まってきた我々の文化が、うん、まさにそのメタファーって。そうだと思いますね。けどだから、うん、なんか僕もじゃあタイルこう素手でずっと触る、例えばトイレのこう触りたいかってそれは触りたくないんですけれども、けどなんかそこら辺の人の感覚っていうところに対してこう与えれるものであるっていうことだから、谷崎が白くてツルツルで綺麗だからっていう方であの批判してましたけど、そうじゃない、例えば今の時代のタイルの批判ってあの触れたくないとかっていうのは多分だからすごい面白い意見だなと思ってて、だからそういうもの、そういう素材って逆にあんまないのかな。だから裸足で触れたくないです、床材こういうのリノリウムみたいなのは別に嫌じゃないじゃない、はい、けどタイルだったら嫌って思うのってなんかそれすごい逆にタイルの魅力で、なんかそれが作品のモチーフになり得るなっていう気が逆にするかなって気がします。あ、ね、だからそれがネガティブじゃなくて僕にとってはポジティブな、いいなと思うって感じですか。はい、僕も納得するものを今感じました。本当ですか、はい、ありがとうございました。最近けどもう本当にタイル自体は今度フロッタージュしてこう、ね、鉛筆で擦ったりすると、あれね、こうなってくるとまたそれもちょっと違っていて、うん、面白いですよね。だからなんかけど、あ、なんかあともう一個言えるとしたら、じゃあさっきずっとモチーフ何にしますかみたいな話をずっとしてたんですけど、自分の好きなものをモチーフにする、作品のもったいい綺麗な風景があるとか好きな人がいるとか、その人を被写体にしたいとかモチーフにしたいっていうのは一つだけど、けど好き嫌いじゃない方が意外といいな、だから感覚としてはちょっと気になるとか、そのものを知りたいとか、あの好きなものをモチーフにしてしまうとどんどんどん主観的になってしまって、例えば彼女の自画像をずっと描いてるのって2人だけの会話になってしまう、それがまあ逆に綺麗で美しい経験なのかもしれないけれども、けどなんか好きというよりかは何か興味があるとか、ちょっと距離感を置いて見れるものの方がいいかなと思いますね。だから僕タイル好きかって言われたら好きなんですけど、あのある程度の距離感は取っていて、だからなんかあのタイルフリークの人みたいないうふうにたまにタイル愛好家のなんとかさんですってたまに言われる時あるんですけど、あ、そうじゃないですよ、研究の対象なのである程度距離は保っていない、だってこんなん僕泥の中からこれ撮るの好きで撮ってるわけじゃない、なんかちょっとけどなんかけどそれが面白いなって思える瞬間があったりとか、けどこいつをもっと綺麗に見せる方法って技術だったらできるなとか、あのそういうものの価値判断であのモチーフを探すっていうのが一個ポイントかなと。だからアイドル好きですね、アイドルのなんか絵を描きます、なんかそうじゃなくてちょっと自分と違和感をちょっと持った、例えばだから菊間さん、菊池さんですね、菊池さんにとってタイルが踏むの嫌だなって言ったら、それ結構いいとこ来てるというか、なんかタイルっていうものに
あまり好きじゃないけれども、ちょっと触っていくうちになんか変わっていくっていう、なんかそういうものが意外と美術におけるモチーフ探しにおいて重要かなという気がします。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっとお時間が、はい、来てしまいましたので、はい、本学の学生さんはこのまま残って、僕も履けますけど、根掘り葉掘りいろいろ聞いてください。で、ちょっと高校生の皆さんは一旦ここで終わりにしたいと思いますので、一度締めたいと思います。中村先生、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。